それでは両チームのスターティングラインナップ、まずはホーム金沢です。前節からは先発1人入れ替わっています。ゴールキーパー白井、ディフェンダー右から松田、広井、庄司、長峰、ボランチには藤村と力安、そしてワイド 平松と島田、ツートップは林、豊田のコンビです。一方の水戸ですが、前節からは先発2人入れ替わっています。ゴールキーパー山口、ディフェンダー黒石、楠本、鈴木、そして大崎が今日はスタメンラインナップです。ボランチには平塚と新里、右に森、左椿、そしてツートップ木下と梅田のコンビ。新里、ここは奪っていく、はい、前を向く松田から右の平松、レフティの選手、利き足から、うん、最後林のヘディングでしたが枠の右でした。狙いとしては非常にいいですね。カナダの方はね、高い位置でしっかり奪う、その後あの狭い局面でしっかり崩しに行くと。平塚から楠本、もう一度平塚、テンポが速くなる、打ってくる、決まった、水戸先制。森のゴールがネットを揺らす、水戸先制1対0。最終ラインからここ楠本選手ですよね、センターバックのね、そこからビルドアップでスペースがあると思えばそこからスピードアップかけてね、細かいパスで繋いでいきましたけど、最後は森選手の思い切ったミドルですね。ここ前に人がいなかったので、森選手もねワンタッチコントロールしてすぐシュートを選択しましたよね。素晴らしい抑えのミドル、いいシュートだと思います。ゴール前は本当にこう白い壁がねできてますんで、密集してますよね。金沢としてはね、ここをどういう風にこうデザインしてくるか。高いボール、うん、決めたー、庄司ほのやヘディングシュート。ホノコプターが嫌いしてますね。1対1金沢同点。まさにまあ、この質というかね、のところで上回りましたね。人がいても関係なくそこに合わせるというところで、落下地点をしっかり勝利選手が読んで、落ちてくるボールに対して、まあ、合わせるだけというかね、コースを変えるだけというか、そういうヘディングですけど、連動性という部分、こちらはどうか。平松から松田、もう一度平松に戻して、レフティのシュート、山口横飛び、よく防いだ。距離のあるシュートでしたが、勢いはありました。ちょっと最後ねブレた感じというか、風の影響なのか、まあ、回転の問題なのかというところで、山口選手処理しづらい部分があったかもしれないですね、ここ、はい。まあ、平松選手思い切って距離あったけど振り抜いてきましたからね。4本目のコーナーキック、ジムラ巻いてくれ、長いボールはこぼれて、大谷のシュートはサイドネット向こう側。長峰、ボールまっすぐ飛んでくる、うん、向こう側、庄司落として、うん、大谷の最後シュートはポストを叩く、そして長い笛。大谷のシュート、クロスバーを叩き、その後のところ、そして先ほどまでと比較すると、金沢の選手たちがゴール前びっしり詰めている。平松のボール書き出して、うん、大石のグラウンダーのシュート、なんとかまだある、ギリギリのところですね、ですね、はい。最後力安のヘディングでしたけれども、前を向く小泉、さあそして高いゴール前、うん、大石頭でクリア、距離はあるが、おっと泉切り返して左足中、長い距離、うん、わずかに枠の右、まあ、スペースも空いてましたんで、高木選手のこの判断としては非常に良かったですよね。本当にわずかなところでゴールになりませんでしたけど、さあ高い奪えるか、なんとか懸命に足を伸ばしますが、このボールはゴールキーパー白井が、そしてここで試合終了。
死闘は1対1、ドローで決着しました。